立花の勝子は、日本の第52代天皇、佐賀天皇の皇后。立花ならマロの孫、増大城大臣、立花の清志ともの娘。母は田口矢主の娘で、増将一位、田口三千姫。兄弟に右大臣、立花の志向がいる。男林寺を創建し、男林皇后と称された。佐賀天皇が、親皇の時にいる、自死。 即位後の大道4年6月に婦人となり、正四位下に除される。翌公認元年11月、十三位に上る。公認6年7月13日、皇后に建てられる。佐賀天皇との間に、人形天皇、政子内親王谷南五条を設けた。佐賀天皇の順内の上位に伴い、公認14年4月23日皇太后となる。人形天皇即位により、 天朝十年三月二日、ふとし交代号となる。下唱三年三月に落職。同年五月四日、霊前院において崩御。去年六十五、世に類なき霊人であったと言われる。官武天皇王女の高綱内親王が火を廃された後、隕石である藤原冬継らの後押しで立候補したと考えられる。立花の氏出身としては最初で最後の皇后である。 仏教への信仰が厚く、佐賀のに日本最初の全員団林寺を創建したことから、団林皇后と呼ばれるようになる。佐賀天皇上以後は共に礼前院、佐賀院に住んだ。佐賀上皇の保護も、太皇太皇として、朝廷で院前たる勢力を有し、立花の氏の指定のために、大学別荘学会院を設立するなど誠意を誇り、人名天皇の地位を安定させるために、 上和の変にも深く関わったと言われる。そのため、敗退し、常貞神皇の実母である娘の政子内神皇は、価値を深く恨んだと言われている。皇后方の遺体を喰らう鳥仏教に深く帰還しており、自分の体を餌として与えて鳥やけ物の上を救うため、または、この世のあらゆるものは、移り変わり永遠なるものは一つもないという。 諸行無常の真理を自らの身をもって示して、人々の心に母大心を呼び起こすために、死に臨んで、自らの遺体を埋葬せず、路傍に放置せよという遺言し、片平辻において遺体が不乱して白骨化していく様子を人々に示したと言われる。または、その遺体の変化の過程を絵師に描かせたという伝説がある。全天皇佐賀に対する純羅神天皇の御事のりに、 よろししたなお上に孫号一、ために大乗天皇一、皇太后岩国太子皇太后一、皇后ため、中皇太后上とある。出典は、家計都市を古代王権と、律令制度、P289、平安時代、佐賀天皇の皇后、立花の勝子によって、現在の京都天竜寺の地に創建された寺で、現在は廃絶、片平辻参照、 脳に捨てられた死体が不乱し、白骨となる様を主題とした絵画を、旧合図、人道不上症」の図と呼ぶ、断輪皇后旧合図会、小野小町旧合図など、ありがとうございます。